ニークライワオは日本の放送作家、日本放送作家協会会員。本名はニークライワオ。神奈川県平塚市生まれ、専修大学経済学部中隊。心霊研究家としても知られ、日本心霊科学協会理事を務めた。1945年終戦を機に舞台、ラジオを中心にプロデューサー、ディレクターとして NHK。 民放の各種番組に従事する。1953年、日本テレビ放送網、開局準備の業務を担当し、以来テレビ中心のプロデュースを兼ね、1960年に放送作家へ転向する。また、日本テレビ制作スタッフとして、長寿バラエティ番組、商店の企画に立ち会った。以降、多くのドラマ、ドキュメント、音楽番組、 バラエティショーなどを手掛けた。1968年、自らの心霊体験から、日本テレビ開発の心霊番組を企画制作し、日本テレビお昼のワイドショー、あなたの知らない世界では、解説を務め、義母愛好を世に出したことでも知られる。日本心霊科学協会理事を務める傍ら、心霊パイオニアとして40年近くにわたる、テレビ出演と50冊を超える著書を出版。 亡くなる直前まで焦点に構成としてスタッフに名を連ねていたが2012年5月9日に大腸がんのため死去。ありがとうございます。